火の神よ、なぜあなた様はヤヤク様にこのような試練をお与えに。オイラたち、火竜を退治しに日野の木火山に行きたいんだ。山門の鍵を渡してくれないかな。ヤヤク様が亡くなった今、もうあなた方に頼むほかありません。これをお受け取りください。これで日野の木火山に行ける。さあ早く行こう、アンちゃん。お待ちよ。火竜めを倒す前に、どうかこれをお読みになって真実を知ってくださいまし。これはどうやらヤヤク殿の手記のようじゃな。時折無性に大声で叫びたくなる。己の罪を決して忘れぬよう、この手記に真実を書き記しておこう。激闘の末、私とハリマは人食い火竜を退治した。ハリマの人たちがとどめとなったのだ。だがその刹那、火竜は断末魔のごとく黒い正気を吹き上げ、ハリマはそれを浴びてしまった。倒れたハリマを連れ里に戻り、私は必死にあの子を看病したが、あの正気は火竜の呪いだったのだ。ハリマの姿はだんだんと火竜に近づき、とうとう里では隠しきれなくなった。里の者に知られたら殺されてしまう。私はハリマを火竜との戦いで死んだことにし、火山に隠すことにした。あの人食い火竜がハリマ様だって？まだ続きがあるみたいね。最後まで読んでみましょう。私はハリマを元の姿に戻す方法を死に物狂いで探した。そしてついに見つけ出したのだ。真実の姿を映すという八田の鏡。これでハリマも元の姿に戻れるはず。しかし、いくら火竜を映しても鏡は反応せず、真の使い方がわかるその日まで、私は肌身離さず鏡を持っていることにした。だが時は待ってはくれぬ。ハリマが人の血肉を欲するようになり、里から生贄を出すしかなくなった。生贄を出すこと悩み苦しんだが、どうしても私は可愛い息子ハリマを見殺しにすることなどできぬのだ。八田の鏡の使い方さえわかれば、ハリマを救うことができる。ハリマを生かすためならば、この修羅の道歩いてみせよ。たとえどんな罰を受けたとしても。母親というのは子供のために自ら辛い道を選んでしまうものじゃ。ヤヤク殿も葛藤し苦しんだことじゃろう。その八田の鏡さえあれば、あるいは播磨殿の呪いを解けたかもしれんの。だがしかし、八田の鏡はヤヤク様と一緒に火竜に食べられたんだ。播磨様の呪いを解くことはもう。全てを投げ打ち救おうとした自らの母親を食い殺すなど、あれはもはや播磨様ではありませぬ。ただ自らの欲望を満たすため人を喰らい続ける悪竜でございます。どうかあの火竜めを退治してくだされ。アンちゃん行こう。オイラ先に西隣の参道にある里
山門の前で待ってるからな。アンちゃん、来てくれたね。早速その鍵で山門を開けておくれよ。オイラが言っても足手まといだけど、ヤヤク様たちの結末を見届けたいんだ。さあ行こう、アンちゃん。あの火竜がハリマ様だなんて、今でも信じられないよ。ハリマ様はすごく優しい人だったんだ。オイラにも剣を教えてくれたりして。ハリマ様はいつも言ってた。里を守るためにはどんな困難にも立ち向かわなくちゃならないんだって。アンちゃん、頼むよ。人食い火竜を、ハリマ様を苦しみから解放してあげて。気をつけるのじゃ。こいつは痛えぞ。一気に行くぞい。我らの勝利だ。なんだか様子がおかしいわ。あれは一体。終わりだ、悪しき火竜よ。八田の鏡の力の前に滅するのだ。元の姿に戻ることができた。そなたたちのおかげだ。礼を言う。火竜の呪いの力はとても強く、外から八田の鏡を照らしてもその光は届かなかった。だがそなたたちが火竜を弱らせてくれたおかげで、体内にあった八田の鏡の力が発揮されたのだ。しかし何故火竜の体の中に八田の鏡があったのか。長く火竜になりすぎたらしい。私の寿命はもう尽きるだろう。最後に一つ頼みを聞いてほしい。私の母ヤヤクに伝えてくれ。これで里は救われたと。そしていつまでも幸せにと。オイラ、ここで火竜を見つけた時、みんなを騙してたヤヤク様を
絶対許さないって思ったんだ。でもオイラが母ちゃんを生贄にしたくなかったみたいに、ヤヤク様も家族を守りたかったんだよね。ヤヤク様とオイラ同じだね。悪いことしたとこも家族が大好きなとこも。里に帰ろう、あーちゃん。みんなに報告しなくちゃな。カリュウはもう出ないから安心しろって。そうか、人食いカリュウを退治してくれたか。よかった。もう二度とこの里はカリュウに恐れることはねえんだな。ああ無事でよかった。許してちょうだい。里のためとはいえあなたを生贄にするなんて。私は誰も恨んだりしない。もう一度この子たちを抱けるんだもの。それだけで私は幸せよ。ヤヤク様は生贄だと言ってわしらを狩りの餌にするつもりじゃった。あの女はわしらを騙してたんじゃ。信じていたおさに裏切られ、もうわしらを導く者は誰もいない。この里は一体どうなるんじゃ。おかしいの、みんな大人なのにどうして自分のこと自分で考えられないの。人食い狩竜を退治できたのはここにいるアンちゃんとやっぱりヤヤク様のおかげだよ。ヤヤク様のしたことは許されないけど、もしヤヤク様がいなかったらこの里はとっくに狩竜に滅ぼされてるよ。きっとヤヤク様はずっとずーっとオイラたちに悪いと苦しみながら心を鬼にして生贄を出したんだよ。オイラたちを縛るものはもう何もないんだ。英雄も神様も助けてくれないけど、これからはオイラたちで頑張っていこう。ヤヤク様とハリマ様の秘密はみんなには言わないことにするよ。二人はずっとこの里の英雄さ。すぐには無理かもしれないけど、これからは自分たちの力で里を守るよ。だってオイラの大好きな里だからな。